はい、どうも、こんにちは。沖縄おばばですさ、はい。ぬりぬりしてますね。みけさんがね。かわいいですね。はい、えーとですね。まあ、曇ってはいるんですけど、暖かいのでね。えー、皆さん、日向ぼっこでございます。ちょっと、あどうしようか。は考慮中です。はい、えー、ちょっと晴れてきましたね。晴れたり曇ったりです。えー、これ、みーちゃん出した方がいいのかなとかね。ま、いろいろと、今考慮中でございます。ちょっと晴れてくる様子であれば、あーみーちゃん出そうと思ってます。 はい。えー、まあ、どうも、こんにちは。えーとですね、えー、久しぶりです。えー、久しぶりに、えー、アシューのラーラーの掲示板さんから、はい。えー、久しぶりでございます。はい。えー、こちらに何が書いてあるかというとね、はい、芸能人ですね。芸能人、はい。芸能人がね、えー、退場ですね、退場。はい。 退場の、ね、方針だらけということで、えー、いろんな、ねえー、芸能人の,、ね、あの体調方針の、まあ、い,ろいろいろな方が言ってるんですよ自分体場方針だーってまあ、そういったね、あのー、羅列がいろいろと書いてあります。はいまあすごいです こんな、こんなたくさんの芸能人がね、まさかね、この帯状方針にかかってるとは思ってもいませんでした。はいえ。すごい数です。はい。まあ、すごいですね。若い人もいますし、まあそこそこのね、お年の方もいます。はい。えー、老いも若きも、おー、なんか帯状方針にかかってるのがあ、まあね、流行してるみたいですね。 はい。どういうことなんでしょうかねこれは。はい。まあ、言わなくてもわかるとは思いますけどね。はい,い。そういうことでございます。はい。えー、まあ、何が原因かとは言いませんけど、はい。まあ、このね、コメントの中にいろんなことが書いてあります。この、ね、えー、アシュラさんのね、コメントの中にいろんなことが書いてあるので、まあ、参考になさってください。はい。まあ、そういうことなんですよね。 はい、えー、まあ、昨日かな、おとといか、一昨日かな、まあ,あ、ちょっとね、動画を上げてますけど、えー、退場のね、方針品になって、はい、5ヶ月目から、あ5ヶ月半年ですね、えー、から、ああ、ね、 えー、岩石ちゃんのね、えー、リスクが高くなると。はい。で、5年間は安心できませんよっていうことを、ちょっとね、配信したんで、もしね、えー、まあこれ、CA でもなるんですよ。おまあ、はっきり言っちゃうとね、CA でもなります。この退場のね、方針はね。 はい。c 刑でもなります。なので、えー、もしね、c 刑でなってしまった方、あお早めに下毒をお願いいたします。はい。えー、もう、めちゃくちゃ下毒してください。はい。あもう、あのー、通常の下毒では間に合わないんで、えー、最近はね。えー、なので、えー、方法をいろいろね、考えてください。私もね、あのー、なんていうのかな、人の多いところに行った時はもうめちゃくちゃ下毒してます。はい。昨日もね、えー、あのー、いわゆるね、 プラズマ乳酸菌の飲料を1本プラス、あとあの、チャーガチャと、あとあのー、いわゆる2項のチンですね。それを一挙に一挙にやりました。はい。えー、なんとかあ、おかしくならずに済んでます。はい。えー、ほんと最近ひどいですのでね、その死鋭が。はい。特にね、あのー、あれなんですよね、あのー、 おこの沖縄ですね。沖縄はね、えー、食べてる人は少ないんですけど、観光客がめちゃくちゃ多いですからね。はい。まあ、そういう意味で、えー、いろんな面でね、ゲノドックンドックンしとかないと、これね、間に合わなくなりますよっていうことなんですよ。はい。えー、私もいっぱいやってます。はい。もう、もう、もうね、えー、フ,ルフルでやっております。ゲノドックンドックンね。はい。えー、なので、えー、まあ、あー、 知恵でね、この退場なんちゃらになっちゃった方は本当に気をつけてください。えー、まあ、あもうね、もう何とも言えませんけど、はい。えー、そういうことなんてね、えー、芸の脳の人事員にね、非常にこれが多いと、はい。ええー、まあ、食べてる人も多いですからね、あっち側の人はね、はい。 えー、そういうことでございます。はい。えー、ま、死刑でね、えー、なってしまった方はもう本当に毎日毎日半端ない解読をしてください。お願いいたします。それでは皆さんまた、ごきげんよう。沖縄おばばでございました。こちらの方もね、どっかにぺったんこって貼り付けてます、おきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。滑舌の悪かった。<laughs> すいませんね。沖縄おばばでした。はい。 はい、見てたん。見てたーん。あら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 。あら。あらあらあらあいあいあいいい。いいい。あ